はい、1号からで説明します。だって絡んでもだってさ、あんまり辛かったら絡んでよくないよ。味わかんないよね。そうだよ、うん、それが美味しいなんて気がしないけど、うん、くるってなんて言えって怒られるから言わないけど、唐辛子持ち歩いてる、恐ろしいなと思うよ、うん、得意げになってるというかさ内臓がぶっ壊れるよって思って、よく寛容にならないと思って、体勢ができてる。そっか、そういうことか。最近登ればダメだと思って辛いもの食べた胃がおかしい辛いもの好きっぱらにコーヒーとか煎茶飲むとそれも入れてないしだから言われちゃうさ、わがままだって自分じゃ一個わがまま言ってそれ胃が分かったね一つの側を言ってんすもんね今だんだん刺激物っちゃ答えてくらいね。そう、やっぱ負担かかると思うんだよね。そしてるよ、薄味がいいのよかった、うん、だから最近ね、うん、あの煮物してもさ、うん、醤油を使わないもん。お味でいいんだ、うん、だしで味をつけといてって感じでね、うん、そうなるとどうしたって塩分取るからだんだん濃くなってますね。ね、できるだけ薄味にしてる、うん、若い時みたいにね、行動範囲が広くってね、そうそう、うん、カロリー消耗するようならいいけど、いいんだけどね、うん、そうじゃなくて体力もそんな使わないし、あ、そうそうそう、なんでやることだよね、うん、若い時このシーン食べてると太るんだ。そう、本当ですよね。これが口が癒やしいからさ見るとね、ジャンさね、うん、そうで冬なんかこたつに入ってテレビなんか見てる、知らない間に手と口が動いてるもんね無意識のうちにあれなんてやっぱそうか、置かなきゃいいんだけどねなんか寂しいんだね、置かなきゃいいんだけどね、あるんだよどういうわけか、どういうわけか、あるそうすると、あれだと思ってちゃんとしっかり口が動いてるもんね、手が持ってくんないんだ甘い誘惑だ、うん、で動かないでね、うん、本当ですよね、うん、こたつなんか入っちゃったら動かないの、もうダメよ、だってもう眠くなっちゃって動けなく動く気になってないね。こたつでうとうとするの気持ちいいね。最高でしょ。ね。眠れないか。こたつ一眠りしてからだよね。そうだね。テレビの番組変わってるんですよね。目が覚めると。あれ？さっき見てたの終わってる。でもいいじゃんまだ。あの画面がさ、うん、終わってザーザーになってなくてそこまでいくとね、うん、あれちょっと話飛んで申し訳ないんですけど、フライさん
もう60になったん？うん、とっくに過ぎたよ。あ、なったん？うん、もういいな。え？62、あと2ヶ月で62。あ、もうそんなに経つのかな、うん、早いもんだな。早いもんだな。68が半分過ぎちゃって、やってないね、うん、あ、1年じゃ短いこと。本当ですよ。結局なんで短いのかなと思うとさ、うん、やる用事が増えちゃってんだよね、うん、用事が増えるし先が読めちゃうからね、うん、20代ってこれからもやることいっぱいあるもん、うん、同じ24時間なんにね。そうですよ、不思議だよね。小学生の一日は長かったけどね。本当ですよ、大人になってからの一日の時間だって。サルシナさんはね、もう仕事終わればさ、うん、じゃあこの帰りにどこで何をって書くかとかさ、そうなんて考えるもんね、うん、分かっちゃうからね。1ヶ月先のテーマで決まっちゃうね。本当だよね。予定書いててもらってきたのは忘れるときあるんだけど言われちゃうんです。言ったでしょって言われちゃうんです。え、あれやな、あれ笑ってごまかす。そう言われてみれば聞いてた気がするんだ。お客さんがさ、うん、この前ってこと覚えてるとか忘れましたって、ね、そんなにいちいち覚えてらんねえって。そうだよ、うん、忘れないと次が覚えられない。そうそう、頭がパンクしちゃうってそうだよねって納得してるっけ。でも覚えてる人いるんだよね。いるよね、細かいことまでね、うん、そう覚えてる。まだ覚えてるんだって、ね、だからうっかりのことはいいね。いくら冗談でもね、向こうはさ、うん、冗談と取らない場合があるから、うん、何なんかすぐ忘れちゃうからやるけど。まあでもね、言った方は忘れても言われた方は覚えてるから。そうなんだよね、うん、気をつけないと思いますよ。スノーカーってたね。はい、スノーカーって冷えてはい、月面終わりました。